んなわけで、今から30年ぐらい前にですね、1ヶ月の間に駐車違反で3回捕まったことがある。その時世間では神奈川県警がものすごい噂になってました。警察の不祥事がね、今となっては不祥事なんか当たり前ですけどね、警察も政治家もね、でもその頃は神奈川県警が不祥事のデパートとか言われてましたね。でそこからいろんな警察署がね、問題を起こしてるのがバレて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 、でそんな時作りました税金泥棒という曲です。捜査正義の味方ポリスマン、そうさ僕らの味方ポリスマン、暮らしを守るよ、これ何回も出ますんでね、よかったら一緒になって歌ってください。そうさ正義の味方ポリスマン、平和を守るよ。そうさ僕らの味方ポリスマン、暮らしを守るよ。捜査正義の味方ポリス
さん元がめなしなの上級国民それじゃ市民は泣き寝入り捜査正義の味方ポリスマン平和を守れよ守れよそうさ僕らの味方ポリスマン暮らしを守れよ捜査正義の味方ポリスマン平和を守れよ守れよそうさ僕らの味方ポリスマン暮らしを守れよ正義の味方僕らの味方税金泥棒どうもありがとう。こんな感じですよ。今日はいないみたいですね。大丈夫です。時々ね。俺たち。